こんにちは。 Google サービスを快適に使っていますか？今回は Google Now についてお話をしたいと思います。 Google Now といえば Android 端末、スマートフォンで利用することが多いかと思いますが、なんとパソコンでも Google Now を利用することができます。今回はそのお話をしたいと思います。パソコン版の Google Now はタスクバーの中、ベルのマーク、クロームのお知らせとあります。ここをクリックします。ルート検索、Google マップと、今日の天気が出てます。はい。そして、この歯車のマーク、設定をクリックします。そうしますと、設定画面に切り替わります。で、Google Now。ここのマークをクリックします。はい。そうしますと、Chrome Help、Chrome での Google Now カードの利用について表示されますので、お時間がございましたら、ここゆっくりとご覧ください。タスクバーのベルのマーク、Chrome のお知らせをクリックします。はい。ここ天気クリックできます。クリックします。はい、そうしますと、私が住んでます町の天気予報が表示されます。はい。このパソコン版の Google な Chrome のお知らせ、ちょっとね、いいかなというとき、ここで、全て消去することもできますし、ここで通知をミュートすることもできます。このミュートは、ベルのマークを右クリックしましても、ミュートすることができます。試してみてください。今回は Google Now、Android 端末、スマートフォンだけではなく、パソコンでも使えますよという話をしました。それではこの辺で失礼します。